言語が同じだと文化が同じになるとか、だからこの因果関係は絶対だろ。でも調べて書いてる、絶対調べてるなと思ってますから。ちなみにこっちは分かってますから、もうすぐ分かるって、こっちはできる人できない人。あ、で東大の過去問ですね、はい、言語が一つしかなかったってやつね、はい、僕がボロカスにダメ出しして確かにだ、まあ、確かにそう、典型的なんですよこれ、はい、本当にいろんな授業で同じような回答がいっぱい出てきます。これは典型的な方、やっちゃいけない。 If there were only one language in the world、 これしかなかったら The number of conflicts between countries would decrease、ね、そうなんですよ、言語が一つだったらコンフリクスとか war、ね、戦争がなくなる、なくなるって書いてくる人いますからね、本当に。言語が1個だったら、はい、この間も言いましたけど、言語が1つだったら戦争がなくなりますとか、嘘をつけ。Conflicts among countries happen because of the difference of each country's culture。 やっぱりそう、文化の違いによって戦争が起こるとは限らないですからね。まあ宗教の確かに戦争はあるんですけど、雑なこと言ってる感じですかね。これ暴論と扱われちゃいますね。 And the language used in a country build its culture、ね、まあまあまあ主実の一致で、これも言い過ぎですね、当然。言語が文化を生み出すとかっていうのは、はい、そんなわけないので、なんかどっかでちょっと聞いたような話を乱暴にぶち込んだ感じはします。だから、なんたって、だって同じ言語を話してるけど全然文化が違うっていうのは山ほどあるわけで。そうっすか。例えばだって、まあだから広く言えば、インドとシンガポールとイギリス、アメリカ同じ文化ですって言ってるような感じですか。そこもね、また詰められたら何も言えないですよ。僕ももちろんインドはね、はい、公用語として英語も一応あるで、それで同じってことは、インドっていうのは英語がどん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 話されるようになったら文化もイギリスみたいになるとかって言ってるようなものですから、はい、そんなことは絶対ありえないので、はい、言語学ですから私でも、はい、あ、なるほど、だから詳しい、こういうのは絶対ダメです、はい、やっちゃいけない。で、出す if とかね、これ絶対やっちゃいけないですよ、このね、大文字の if です、そう、大文字の if、 if、it、there です、これやっちゃダメです。 There were only one language in the world. Every country would come to have similar cultures。 そう、まず、はい、come to have とかダメですね。あの come to 取れる動詞めちゃくちゃ限られてますから、 come to feel、 come to think です、これで come to feel、 come to think、They、have similar culture。 そう、だから言語が同じだと文化が同じになるとか、だからこの因果関係は絶対ダメです、はい、同じ言語になったら文化が同じになるのってことは絶対にやれない。で、 There will be less conflicts、ね、同じ言語話して同じような文化になれば戦争とか争いじゃなく、そんなことない。もうね、例送りましたからね。これでいつも僕が出すのは、だって北朝鮮と韓国同じ言語喋ってんだけど内戦状態ですけど、一瞬で論破そうそうそう、特に内戦がやっぱ頭に浮かばない人がすごく多いので、内戦を考えれば同じ言語喋ってる人たちの間で起こってることがほとんどですからね。いやー、よくないな。これはだから、もうこの問題っていうのはよく出るんですよ、東大だけじゃないんで。これ出すところはいろんなところで出てて、自分自身教えることがよくあるので、これ教材に入ってるんで、これそうするとこの回答がめっちゃ出てきます。あー、もう典型的な良くない回答っていう形です。そしてなんでそう思っちゃうかっていうと、やっぱり日本っていうのがすごい孤立してるから考えらんないですね、そうそうのことがなかなか、はい、日本っていうのは日本語を喋ってるから日本の文化っていうのはあるんだっていうふうに勘違いしちゃう人が出やすいんです。一民族一言語的な考え方がすごい生まれやすい、そういう回答がすごい多いですね。イギリスとアメリカ見たって全然違うじゃないみたいな、同じ言語喋ってるのに、そういうのが見えない、そういうステレオタイプ気をつけないといけないですね、はい、なんかもっと背伸びせずに身近な変化とかを書いていったらよかったんですか。そうですね、一番簡単多いのは旅行が楽になるとか、あ、なんかわざわざその誤解が生まれなくなって世界が平和になるとかね、めちゃめちゃウィューって言ってるこれでまあ音はね、よく入ってくるで、まだ本当にまさにね、英語できるといろんな、自分自身そのいろんな旅行行っても必ず英語のツアーはあるんで楽なんですけど、はい、他のね、日本語を対応してないとこなんていっぱいありますからね、そういうのが一つの言語だけだったらできるとかっていうのはすごい楽ですね。なるほど、それを覚えておきます、はい、あ、ちなみになんか一個考えたのは、はい、映画とか小説とか海外の作品が見れるようになるみたいな。ああ、あとは、あ、そうそう、あと間違っちゃう、なんか格差がなくなるとかって書いちゃう人とかね、結構います。ああ、なるほど、はい、リッチカントリーズポアカントリーズの差がなくなる、いや言語が変わったところでならんでしょうみたいな、そんなになるっていうのは結構ありますね。あとだから多いのがその格差がなくなるとか、だから国の国境が全部なくなるって書いてる人が結構いて、でこれもだから同じ韓国と北朝鮮とかイギリスとアメリカとかアイルランドとか見て、ほら
同じ言語喋っても故郷があるし、格差がなくなるって人たちも、いや逆に同じ言語喋れんだったら安い国の人がどんどんお金持ちの国に仕事としてこう入ってくるでしょっていう、ね、移民たちの大移動が起こりやすくなったりとか、そういうことが起こりえるでしょうとかっていう話は授業でしたりしますよ。ありがとうございます勉強めっちゃなりました、はい、はい。まあ多分だから世界史と日本史やってるから、そういうの考えやすいと思いますよ。アイデアは出しやすい。そうですね、言われたら、ただ表現がね本当に書いちゃったんですね、うん、もう時間が、ね。女性の社会進出ができない現状について、あなたのこれは調べてやったんで知らない表現が多かった。そういきなり They have said って言われて誰やねんって思いましたけど、ね。なんかその噂で聞いた、噂で聞いたの、言われているみたいなことで、 They said that とか They say はありますけどね、 They say っていうのはありますけど、 They have said って言ったらはないんですか、誰が言ったんじゃってなります。あ、そうなんだ。 It is said にしたんです、ね、It is said の方がいい。まだ It is said that for many years that for many years that that women should have said って言ったの。あ、そうか、これ、はい、こういうか、They have said が来てるから、that says なんだ。だったら、It has been said for many years that. It has been said. The women should have more working opportunities か。But the situation hasn't been much changed. まあ、hasn't changed much かな。その自動詞で。hasn't been changed だった場合は、一体誰が変えてないんだっていうか。Although in many countries, it is true. そうですね、it がなんだ。でその状況を多分指しちゃうんで、The situation is true to many countries とか、True to many countries とか、他のところにも当てはまるとか、あ、なるほど、多くの国でも当てはまるけど、Especially in Japan it is remarkable. で、One of the reasons、 あ、ここはできてますね、 One of the 複数名詞、 Why women's participation in society hasn't advanced、 結構難しい表現使ってますね、 Is that Japanese society are ってね、 SocietyIt's still fixed on the idea、ね、これもだいぶ難しい表現使ってますけど調べて書いてる、絶対調べてるなと思ってますから、ね、ちなみにこっちは分かってますからね、あ、これ絶対調べてるなちょっとこの問題はテーマが難しくて、うん、ちょっと調べちゃいましたね、うん、結構知らない表現 fixed on the idea ってこんなんだって習わないから調べてるなと思いながらThat men work outside and women do housework、悲しいですね。Because of this, men tend to be reluctant to take child care leave. で、こんなの知ってんのかなと思いましたけど、この休暇。調べました。絶対そうだと思いましたけど。まあでも一応語彙力をつけたいなっていうのもあるね。分かって添削してる私。Due to the pressure from their workplaces, they not only maternity leave but also paternity leave has 一応あのバトルの後ろに合わせなきゃいけない。ああ、そうじゃなくて。ですよね。そう習いました確か。一応だからまあ has to be promoted in order to encourage women to have more working opportunities。 ない現状についてあなたの意見、まあそうですね、だからそんな英語は間違ってないんで、これをプロモートされなきゃいけない、まあ、そこまでこれは減点はされないでしょうね、もうすぐ分かるんで、こっちはできる人できない人って、これを辞書なしとかで書いたら、この人はできる人だってすぐ思います。なるほどなるほど、一瞬で分かんない、こっちはごまかせないですね。あと、They have said とかって、うんってなるけど、いろいろ使ってる表現とかは、もしこれを辞書なしでやってるんだったら、この人すごい英語できる人だっていうふうに最転換はなります。はい、よかったと思います。はい、今回は、達者においでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。